ヒロインは絶望しました。星さん、千田大輔という作家はサイコパス漫画を描くのがお上手な作家であり、多分この人は本来もっと萌え漫画とかを描きたいと思っているが、サイコパス漫画で当ててしまったためにビジネスサイコパス漫画を描いている感じが見て取れる作家。シナリオは奇世界魔法少女ソシャゲーが流行している世界でガチで魔法少女になって戦うというファイターに人族のギャルのヒロインが選ばれてしまう。そこでは出てくる魔獣や魔法少女を倒さないとプロ展開不可避のリアルが目をべらしてしまう過酷な設定であり、しかも自分では魔法少女中は行動することができないので誰かプレイヤーに自分を操作してもらうしかないという設定。負ければ超絶痛い目に遭うという絶望的な世界で、しかもダクソのように難易度が高いので、どうしても優秀なプレイヤーを見つけなければリアルが目をべらしてしまう。そんな中、サイコパスで人の話を聞かないこじらせたメスを自分の思い通りに操作したいというオスが、そのソシャゲーのトップランカーであり、そのオスはプレイヤーとして自分の力を貸してほしいなら薄い本を厚くする展開をご所望するという鬼畜展開。ヒロインは自分の命を守るために薄い本を厚くすることを妥協するか、命を捨てるかという選択肢のない状況に追い込まれるというサイコパス漫画。この漫画のベネな部分は窃盗設備、ヒロインは利他的な偶性に描き、ヒーローは利己的なクズに描いているところであり、この設定は一切覆らないし、実は誤解だったというような設定もないという、常に読者にクズをすのむなくそう表現するように努めているところです。こんなどう考えても絶望の展開ですが、最終話で非常に綺麗に読者が納得する形で終わらせており、この作家の実力の高さにホエーっとなりました。漫画としてとても得意な勢いのある漫画。